皆さん、こんにちは。今日は3月7日の運の軸通信をお送りしています。2月13日のエコノミストの記事で、アメリカの貧困、子どもの貧困のテーマですね。アメリカにおける子どもの貧困の削減ということで、ホワイトハウスと著名な共和党の上院議員ミット・ロムニーのことですね。ヨーロッパの計画を真似して提案しているということですね。その中でですね、アメリカンエクセプショナリズムというのがありまして、このアメリカンエクセプショナリズムというのはですね、アメリカ例外主義、もしくはアメリカ例外論といいまして、アメリカ合衆国がその国是、歴史的進化、あるいは特色ある政治制度と宗教制度のゆえに、他の先進国とは質的に異なっているという心情として、歴史の中で使われてきた概念であるとですね。その違いは、アメリカ人の仲間の間で断定的 US 性として表現されることが多く、それは通常歴史的時代や政治の流れに大きく依存して変化する証拠、合理化、あるいは説明とされるものが付けられるという場合が多いということですね。まあ、アメリカ人が例外だということですね。先進国でもそういうアメリカンエクセプショナリズムと言いますね。それとは中に入りますね。アメリカの例外主義はいろいろな形式をとってきている。その一つは、子どもの貧困率がひどく高い。OECD は家族の所得の中央値の半分以下を貧困家族と定義しているが、アメリカの子どもの 21% が貧困であるということになるんですね。これはフランスの2倍であり、ポーランドの3倍に近い。そうですか、知りませんでした。この容赦のない数字が子どもの貧困を減らすための2つの提案をもたらした。バイデンとミット・ロムニーの提案だと。日本はどうなんですかね。やっぱり、日本の場合にはそういう、母子家庭に対する対応ってきちんとしてますよね。してると思いますね。あんまり聞きませんね、子供の貧困というのは。貧しいアメリカ人を救済することは複雑な代償を支払うことになる。一つは費用がかかる。この解決方法として視力調査、これ視力調査というのは、お金を持っているかどうかという家庭に対して調査のことを言いますね。視力調査による支給制度があるが、支給するかどうかを判断する調査を伴う制度。この支給するかどうかを判断する調査っていうのは結構曖昧で難しいっていうことだそうですね。けれども、アメリカ人の少数グループをターゲットにした援助は援助するに値しないし、支持政党を訳してしまうとして退けられるだろう。非常にターゲットを絞った計画は管理が難しい。貧困家族の家庭の家族の支援の方法の多くは税額控除の形式で行われるが、分かりにくいシステムで支給を受けることができる。多くの家族がもらっていない。この四半世紀のこうした変更の真剣な試みを正しく理解することは難しい。バイデンは300ドルで、ロムニーは最大350ドル、最大ですね、350ドルを月次の支給額を提示している。こうした支払いを受けることのできる基準値がかなり高くセットされている。こうした援助は政党の支援に関係してくるし、援助を低所得者が受けると家庭対象になってしまわないようにしなければならない。ロムニーは出産前から対象としていて、妊娠中絶合法化に反対する保守派の受けを狙っている。共和党ですね。その場合、他の支援プログラムをカットすることによって財政面での保守層の受けを狙っている。バイデンは削減に対してはそうしていない。抱き合わせて削減しないということですね。ロムニーの案では子どもの貧困の3分の1は減るだろう。バイデンの案では半分だ。こうしたことに自信が持てるのは、多くの先進国がすでに同様のことを行っているからだ。カナダはアメリカとそっくりで、2015年から子どもへの給付金制度を行っていて、この2年間で 20% の貧困を削減できた。多くのヨーロッパ諸国は戦後、現金給付を行ってきている。
左派からは不死国家としての政党の綱領として考えていて、右派からは男女同権以前の問題として、女性が子供を持つことによって仕事をしなくても良いような支援とみなしている。それでも国際的に比較すると違いがある。主要な経済的な心配は、税額控除なく現金で給付すると、女性が仕事をしなくなるかもしれないということだ。ドイツでは1996年から低所得の女性にがフルタイムからパートタイムで仕事ができるような支援を始めた。ポーランドではこうした計画によって女性の労働力の参加が 1% 減ってしまった。貧困の基準値を超えてしまうと、最初の子供への受給資格を失い、収入が減ってしまうのが大きな原因だった。2019年には全ての最初の子供には受給できるようにし、この問題は解消した。カナダの場合はこうした問題は起こっていない。アメリカは古い社会政府にネットがあり、政党が二分対立しているので、反貧困政策が立てにくい。こうした背景にもかかわらず、こうした支給制度は大きな一歩だ。まあ、今回は、政党が二分してるけれども、上院下院も、民主党を取ったんで、まあ、こういうことを実施しやすい環境にあることがありますね。まあ、2022年の中間選挙の時には、まあ、上院下院を、民主党を抑えるっていう保証が全くないんで、そういう意味では、こうした税制度を早く入れた方がいいかもしれませんね。以上です。